こんにちは、キットマン北海道探索チャンネル。今回は当別町にある北海道医療大学が2028年に北広島の F ビレッジの敷地内に移転するっていうね、ニュースがもう皆さんの中では話題になっていると思うんですけれども、これはもう決定しましたからね。それによってどういう影響があるのか、どうなってしまうのかっていう話でございます。まあ普通の動画にしたかったんですけれども、ちょっとね用事が多くてですね、まあ、芝生で撮影いたしました。私だけになります。まずはですね、北海道医療大学がある北海道医療大学駅のその利用者がいなくなりますよね。この北海道医療大学駅っていうのは、まあ、原型はもう1981年の大学前、まあ、仮乗降所から、大学前になり、1995年に北海道医療大学駅っていうね、駅になったわけですが、その学生用の駅ですから、これが2028年にもう当別町から北広島に移転した後、学生がもう利用しなくなるわけですから、もうその北海道医療大学駅っていうのはもうほとんど利用する人はいなくなるのではないでしょうか。もう学園都市線の中でも北海道医療大学っていうのはね、北海道医療大学駅っていうのは利用者が結構もういる駅だと思うのでね、かなりその学園都市線にとって、まあ、JR にとってもダメージが来るのではないでしょうか。これによって利用者が全然いないっていうことで、もう廃線につながるっていうことになったら大変なことになりますよねっていう話でございます。ちなみに学園都市線の利用者、2022年、去年ですね、1日あたり14,475人、1日あたりですよ。でこれはコロナ後ですからね。でコロナ前の2019年は1日何人平均乗っていたのかっていう話ですが、17,552人ということでね、まあコロナが明けた後3000人ぐらい1日の利用者は減っているということですけども、2028年以降はね、これがもう3分の2あるいは半分ぐらい、まあ、半分はどうか分かんないですけどね、相当乗車する人が減るのではないでしょうか。さらに当別町のその商店街だとかお店たくさんありますけれども、その人材不足、人手不足を補うためにその学生さんとかがねアルバイトしてくれたりしているっていうことなんですけれども、まあ2028年以降学校が当別町からなくなるということであれば、そういった貴重な労働力ですよね、アルバイトをしてくれる学生さんたちがいなくなるっていうことですからね、これもまあ当別町の人たちにとってはかなりのダメージになるのではないでしょうか。まあ、テレビとか、まあ、新聞なんかではね、街の、ね、活気がなくなるとかね、アルバイトがいなくなってしまうとか、まあ、寮、学生の寮を運営している人が、学生がいなくなったら、ね、住む人がいなくなって家賃収入が下がるとか、まあ、自分のことばっかり言ってますけれども、主役はこの件に関してはね、学生さんですから、学生さんがどのように暮らしやすい、通学したくなるような学校にするかっていうのが、まあ、今回のテーマなのではないでしょうか。まあ当別町もね、学校だけじゃないですからね、私のチャンネルを見て分かる通り、当別町っていうのはね、もう登山するにはふさわしい素晴らしい山もありますしね、あの湖な、大きい湖なんかもありますし、素晴らしい場所がたくさんありますから、そういうものをね、これから当別町はどんどん押していただきたいなと思っております。では北広島の F ビレッジに移転した後どういう風になるのかっていう話なんですけれども、まあ、医療大学ですからね、そのスポーツトレーナーなんかが育ってファイターズのトレーナーなんかになって相乗効果があって非常に夢があるんじゃないのかっていうね、まあ、そういう話も出たりしますし、人口でいうとね、当別町は 15,438人に対し北広島は 56,980人いますから、町自体もう人口だけ見ても大きいですし、アルバイトをするといっても業種なんかも本当に様々ですし、まあ、飲食店なんかもありますし、ボールパークに限った話で言えばね、駐車場の警備だとか、そのビールの販売だとか、売店のスタッフとか、もう非常に働く場所がたくさんあるということでね、学生さんにとっては素晴らしい学生ライフを楽しむことができるんじゃないかなと思います。なおかつ当別の学校というのは札幌から列車に乗って
約50分かかりますが、F ビレッジの敷地内であれば札幌からもう約20分ぐらいで行くことができる、なおかつ新しい駅ができるということでね、これも非常にメリットなのではないでしょうか。今回に、ね、関してはその100年記念塔とかと違って、それは反対だとかそれはいけないという、もう話はないですよね。あんまり聞かないですよね。これに関してはまあしょうがないような、そういう話も、ね、意見も多いのではないでしょうか。さらにその F ビレッジの中には、来年の夏、2024年の夏に F ビレッジメディカルスクエアというね、この病院の総合病院的なその建物が建ちますと、整形外科、内科、子どもクリニック、なおかつ皮膚科、歯科、薬局もできるということなのでね、私もこの歯、折れた歯、くっつけた歯があるんですけどね、劣化したら直しに行きたいなと思っております。これはね、小学生の時に鬼ごっこをしていてですね、そのゴミ箱の中に隠れていて、その私を見つけた鬼がふざけてね、そのゴミ箱ごと私の入ったゴミ箱を倒したんですが、倒れた時にゴミ箱の縁にぶつけて歯が折れたんですよね。でこれはね、定期的に交換するので、来年できたらその F ビレッジで交換したいなと思っております。さらに、歯科以外に薬局、言いましたっけ、薬局ですよね。この F ビレッジ、ビレッジっていうのはそもそも村とかね、その地域みたいな感じなので、その F ビレッジっていうの、 F ビレッジのテーマっていうのは野球だけではなく、その村全体で地域となって盛り上げていくっていうテーマがありますからね、ファン、パートナー、地域と一緒に成長する、活性化するっていうね、そういうテーマですから、そのテーマに乗ってもうどんどんね、この北広島 F ビレッジがパワーアップしていくっていうことになります。これもね、札幌ドームからファイターズをね、追い出したとか、そのファイターズを大事にしなかった札幌市が悪いんじゃないかとかね、いつまで言っててもね、まあしょうがないっちゃしょうがないことなんですよね。まあ札幌ドームこれからどうなるんでしょうね。解体して雪捨て場になるのかどうなのか注目でございます。雪が降るまでに札幌ドーム内のそのマウンテンバイクのそのコースがあるので、プレイしに行きたいなと思っております。まあ通いやすいっていうのは一番大きいですよね。もう毎日その寮生活をする人を除いてはね、札幌から毎日50分かけて、その学園都市線の一番端っこの北海道医療大学までね、50分かけて行って往復するわけですからね。冬なんかはもう今の JR 北海道は安全第一って言ってね、ちょっとやそっと、昔はちょっとやそっと雪降ったぐらいでは運休にしなかったんですけど、最近はもう雨降ってね、ちょっと雨が降りましたとか雪が降りましたぐらいですぐ運休しますからね。なおかつ、まあ、新しい駅ができたとかね、もう千歳線ということが大きいですよね。学園都市線はその盲腸線的な、もう線ですけれども、千歳線というのは苫小牧もありますし岩見沢もありますと、なおかつ北広島、小樽も快速エアポートなんかを利用すれば新しい学校に通学しやすくなるということで、新しい生徒を取り込みやすくなるっていう、そういうメリットもあるんじゃないでしょうか。そんな感じでこれからね、どんどん F ビレッジが大きくなっていって活性化していくということなんですけれども、まあ野球とその学生さんの通学がかぶって列車がもう満員でごった返してっていう日は出てくるでしょうね。これはもう札幌ドームのファイターズ戦なんかもそうでしたけれども、福住駅の周辺 ものすごいごった返してね、学生さんもごった返して、もともと昔から住んでいる人たちにとってはね、ああ今日ファイターズかーみたいなね、そういう声はありますよ。まあ私もね、通るだけでもああしまった今日ファイターズだった、迂回すればよかったっていう日はね、たくさんありましたからね。まあメリットだけではなく デメリットなんかも、まあどんなことでもねあるとは思うんですけれども、まあ活性化するのは目に見えているということであればいいのではないでしょうか。あなたはどう思いますか。そんな感じでありがとうございました。当別は北海道医療大学だけではない、もっといろんな町の魅力、自然の魅力があるということもね、どんどん私からも発信したいと思っております。ありがとうございました。